岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますんでね。2回に入ります。イーグルスの攻撃、バッターは5番銀次。ホークス1点ビハインドで迎える2回です。打ちました。センターに強い打球、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあただちょっと嫌なバッターが相手ですから、コントロールには気をつけたいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。ホークスその差を3点に広げられる痛い一発となりました。ホークス追加点を許します。3対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。うん、そうですね、まあもう一息でしたね。まあもうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。うん、明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物のございませんよう、もう一度お席付近をよくお確かめの上、お気をつけてお帰りください。本日は最後までご観戦くださいましてありがとうございました。